どうも、鼻ふさ皮膚科鼻ふさです。今日はコンビニのカップ麺とかカップに入ってるね即席のやつとか菓子パンの類、まあ一般的にはあんまり体に良くないって思われてる食べ物だと思うんですけど、最近はね栄養を強化して栄養のバランスをね見直した商品がねたくさん販売されてるということなので、どんなものか見ていきたいと思います。もし今日の動画がいいと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ早速見ていこうかと思いますね。今回はスーパーやコンビニエンスストアで買える栄養強化されている食べ物を持ってきて、ぜひ先生に食べていただきたいと思っています、うん、まずこちらカレー飯の完全飯っていうシリーズです。先生カレー飯って食べたことありますか？いやあんまりなくて、まあ、あのカレーとご飯を混ぜたものみたいな感じなのかなっていう。パウダーが中に入っててご飯とそれを混ぜるとちゃんととろみのついたカレーになるっていう製品の栄養強化版なんですね、うん、元々あったこういうのが、はい、カレー飯というのが元々あって、うんうん、それがさらに栄養が強化されたという商品です。三大栄養素のほか体に必要なビタミンなどを今までのカレー飯と比べてさらに強化したという製品だそうです。タンパク質 20.9g ですか。これは優秀ですよね、はい、タンパク質ってね1日に必要な量ね、男性だとまあ65とかで女性だと55ぐらいって言われてるんで、確かにこれを食べると3分の1ぐらいは補充されるのかなと思いますね。脂質が 12.4g か、1日だいたい総摂取量っていうのは40から60ぐらいって言われてるんで、脂質取りすぎは良くはないんですけど、まあ許容範囲かなっていう気がします。食物繊維とかが含まれていて、塩分に関しては推奨で言うと男性だと 7.5 以下、女性だと 6.5 以下って言われていて、これがね 2.7 なんで少なくはないかなっていう感じはしますね。特に女性とかだと毎日食べてるとちょっと塩分過多になるんじゃないかなっていう感じはしますよね。カロリーは470kcalで、成人だと2000いくらぐらい必要ってされてるので、1食分にすると結構少なめで、食べ過ぎて太るっていうことはあんまりないんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。塩分にだけちょっと注意すればいいのかなとは思うんですけどね。ただ一つ言えることは、これ食べて健康になろうっていうのはそれはちょっとまた別の話で、これまでのやつよりは健康にいいけどっていう。要するに夜とかこうカップ麺とか無性に食べたくなることあるじゃないですか。はい、私もどうしてもやっぱりカップ麺とか食べたくなって夜コンビニに買いに行くなんていうこともね、まあ、なきにしもあらずなんで、そういう時にこっちを選んでると今までのやつよりは体にいいよ、罪悪感も少ないよっていうことですよね。だからこれをたくさん食べて健康になろうっていう類のものではないっていうことでいいんですよねきっと、うん、じゃあ早速こちらを実食してみていただきたいので。わかりました、はい、香りはすごくいいです。こういうのね僕食べるのねもしかすると生まれて初めてかもしれないですね、じゃあ早速いただいていきたいと思いますね。どうですか？大人の味。大人の味、うん、大人でもね全然いける味で、小腹が空いた時にちょうどいいかなっていう感じがしますね。商品の売りとしては、うん、なんか栄養素を強化した時独特のえぐみが出ないように美味しく仕上げたっていうのがやはり売りだそうなんですけど、うん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 、そういう栄養が強化されてる感じの変な味みたいなのはしますか？全然ないですね。あのすごい自然な味ですね。じゃあね多分肉だと思うんですけど、そういった部分があるのでちょっといただいてみますか。柔らかい、うん、本物のお肉って感じではないですか？いやこれ本物のお肉とそんなに遜色ないと思いますね、柔らかくてさっと食べやすいと思いますね。これをねじっくり食べるというよりもささっと食べたいっていう人の方が多いと思うので、そういう時はね歯とかにねこう引っかからずにささっとね流し込むみたいな感じで食べられるんで高評価かもしれないですね。美味しいと思いますねじゃあ先生としては、うん、カレーをどうしても食べたくなった時にこれを食べるっていうのはもうありっていう感じ、まあ、終わりですねさっき言った通り食塩の部分だけねちょっと注意が必要かなっていう感じですね。だからサラサラしてるので汁の部分をね最後ちょっと食べきらないようにするとかね、そういう工夫があっても叱るべきかなとは思いますけどね。中のね具と米の部分だけ食べるとかね。でもそれじゃカレーの意味なくなっちゃうかそうですねそうですね、味はね非常に美味しいと思いますね。次の商品です。日清の有名なカップヌードルのシーフード味、高タンパクプロというものです。名前の通りタンパク質が 15g 入ってまして、普通のシーフードヌードルは 8.9g なのでかなり増えているかなと思います。熱量もかなり減っていますね、普通常のものが340なので減ってます、うんうん、スープも全部飲んだと仮定すると食塩が 4.4、前のやつってどうなの？ 4.7 です。4.7、まあちょっと減ってるけどっていう感じか、はい、
タンパク質が 15g 入っている。健康には良くなったんだろうと思うんですけど、さっきのやつもそうなんですけど、食塩問題がねちょっと解決しきれてなくて、分かる人は分かると思うんですけど、食べ出すとねついねスープもね全部とは言わず8割方、飲んでしまうのが常なんじゃないかなと思いますよね。カップヌードルのねシーフードっていうのはね、子供の時に結構慣れ親しんだっていうか、学生の時とか受験生の時とかよく食べましたね。こっちがねプロで、新しい方栄養強化バージョンで、見た目もちょっと違くて、栄養強化バージョンの方がちょっと具が多いんかな。そう見えますね、パッと見ちょっとそんな感じの印象を受けます。量は少し増えていて、全体の重さなんですけど、75g、こっちが 78g だそうです。ちょっと一回ね、まず普通バージョンの方から見ていきたいと思いますね。こっちはもういつものやつですよね。ちょっとスープからいただきます。いつものこう安心するカップヌードルの味ですね。ホットフライ、なんか実家に帰ったみたいなこう安心感のある味ですね。そちらはタンパク質が増えてるのと、糖質が 50% オフで、食物繊維が1日分入っているそうです。食物繊維が入っているのは結構ありがたいなって思う人は多いんじゃないかなと思いますね。早速スープの方から実食していきたいと思いますね。味はね全然遜色ないですね。スープに関してはむしろなんか海鮮の味がこっちの方が若干強く感じて、もしかするとこっちの方が好きかもって感じしますね。麺の方もいただいていきたいと思います。麺は同じかな。スープの方はすっきりしてて、海鮮の味がダイレクトに伝わって美味しいかもしれないと思いましたね。栄養が良くなってて、さらに美味しくもなってるっていうことで、味も良くなってるね気がしますね。もしかするとね、今後私もねこっち派に移行するかもしれないですね。これを機にやはり塩分が、スープをね全部飲むと塩分過多になっちゃうんで、スープ残せるかどうかですよね。自分との戦いだと思いますね。では続いてもう一つのカップ麺をご紹介します。これはローカーボヌードルズというもので、ここに特徴が書いてあって、タンパク質が 12.2g、 カロリーが200カロリーしかなくて、さらに糖質が 18.4g、 食物繊維が 13.8g 入っているそうです。これは味もいくつか種類があったんですが、今回は醤油味を持ってきました。栄養を調節したやつの方がメインなのかしら。そうかもしれないですね。かなりいろんなお店で売ってるのを見かけます。こっちはね288で、こっちは470、日本人の平均的なカロリー摂取量が1日あたり2200とか2700とかなので、かなりね確かにローカロリーだなっていうふうには思いますよね。タンパク質も 12.2 入っていて、1日量の5分の1ぐらいですか入っていて、そこまではいいんですけど、やっぱり食塩が 4.6 って結構多いんですよね。1日摂取量の半分超えちゃいますからね。繰り返したけど、スープを全部飲まないで済むかどうかっていうのがね、美味しければ美味しいほどね全部飲んでしまいがちですからね。そのあたりのことを注意しながらちょっと実食していきたいと思いますね。これの特徴としては、お肉のようなその塊にプロテインが入っていること、それから美味しさの元というのが麺に練り込んであるので、スープを全部飲み切らないっていうのも、もしかしたらその誘惑に勝てるかもしれないです。こってり醤油っていうことですね。確かになんか食べたくなるやつですね。ちょっと恒例のスープからいきたいと思います。味はね美味しいです。こってりしてますか。あんまりこう癖がなくて、すっきりとね飲みやすいと思いますね。そこには少し糖質とか脂質を制限してる感じはちょっと感じるんですけど、ネガティブな感じじゃなくて、普通のこってり系の醤油ラーメンってあると思うんですけど、それと比べるとね若干こうすっきりしてる味わいだと思いますね。悪いねこうニュアンスはあんまり感じないですね。麺の方も実食していきたいと思います。旨味がね練り込んであるってことだと思うんですけど、確かにね後味とかちょっと旨味を感じますね。よく噛むとね確かにねその旨味っていうのは感じますね。ただそこまであんまりゆっくり噛んで味わう人がいるかどうかっていうのはちょっとあるかなと思うんですよ。謎肉的なものをねちょっと食べてみたいと思います。これも柔らかめですか。柔らかくてねスパムっぽいこう味わいがありますよね。そんな普通の麺とねそこまで変わるかって言われると、舌がねすごいいい方だと分かるかもしれないですけど、味はねすごい美味しいと思いますね。200キロカロリーっていうのはかなりやっぱりおすすめのポイントかなと思いますね。一食全部合わせて200キロカロリーなんで、スープを残したらもっと少ないっていうことですもんね。だからそういった意味ではね太るのが心配だわっていう方もね食べやすいんじゃないかなっていうふうに思う次第ですね。
最後がコンビニエンスストアで見かけた栄養素がたくさん入ってるパンです。同じものがここにもあるんですけど、裏側見ていただくとすごくたくさんここに栄養素が書いてあって、その横にパーセンテージが書いてあるんですね。1日あたりに必要とする量に対して何パーセントかっていうことが書いてるわけってことですよね。で1個でね235カロリーがあって、タンパク質とか 13.5g 含まれてますよね。脂質は 9.1、 その他食塩の量が 0.4。 今までねカップ麺の類を食べてきたからすごく少なく感じますよね。あと亜鉛とか鉄とかもね、1.7 とか含まれていて、1日量の 25% 含まれています。マグネシウムとかマンガンとか微小金属ですね、こういうのも含まれていて、ビタミン A、ビタミン B、C、D、E、K が含まれているっていうわけなんですね。葉酸も 40% 分含まれているっていうことになるんですけど、ずいぶんねこれ見ると栄養にこだわって作ったなっていう感じですね。一袋分か、これちょっとなかなかねアイデアとしては面白いなと思って、菓子パンって美味しいし食べたくなるけど、まああんまり体によろしくないっていうイメージじゃないですか。だからそれを払拭したこう食べ物っていうことになるんだと思うんですけどね。食べるとねむしろ栄養のバランスが整うみたいなね切り口だと思うんですけどね。やっぱこういうのが最近多いんですかね。こういうのかなり見かけるようになってきましたね。じゃあ早速ちょっと食べてみますか。はい、うん、チョコレート味の方いただいてみましょうか。開けるとねこういう感じでね、普通のチョコレートパンで美味しそうですね。普通に早速こちら実食していきたいと思いますね。うん、すごいしっとりしていて、子供からご年配の方まで食べやすい感じだとは思いますね。菓子パンと思ってね食べるとね、若干のねあの違和感は感じるかもしれないですね。どっちかというと家の近所のねパン屋さんで買ったチョコレートパンみたいな感じのニュアンスですね。いい意味でコンビニらしくないっていうことですか。そうですね、そうですね、食べた瞬間に体に良さそうっていうのはね伝わってきますね。だから健康にも気をつけてるけどパンが食べたいわっていう人とか、あと子供のおやつとかにもいいんじゃないですかね。作るのが忙しくて菓子パンとか渡しちゃうわっていうお母さん全然普通にいらっしゃると思うんですけど、そういう時にこれに置き換えると子供の栄養にもいいのでいいんじゃないかなと思いますね。食べててもね飽きない味ですね。あ、そこは重要ですね。悪く言うとガツンとは来ないんですけど、なんかホッとする味、牛乳とこれがあるとなんか子供も喜ぶみたいな感じの味ですね。だいぶイメージがつきました。今日は栄養強化版のコンビニ商品について実際食べて栄養価も見てレビューさせていただきました。実際ねこう食べてみてかなりね味も工夫していて美味しいものが多いなっていう風に思った次第ですね。まあ、徐々にねこう健康が意識されて健康にもいいし美味しいっていう商品が増えてきてるんだなと思ってね、すごい勉強になった次第ですね。まあ、もしね興味のある方はこういうのを買ってみたらどうかなっていう風に思いますね。もし今日の動画が良かったっていう方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。